はい、違うね、やっぱり違うね。後ろは本当によくわかります。いや、前もわかるよ。マジですか？前はわかんない。いや、違う マイルドマイルドになってるね。こういうなんかドンドンっていうその強い突き上げじゃなくて、ちゃんとその硬さはあるんですけど、そのなんか柔らかい感じ、なんていうんですか、丸くなって角が取れた感じっていうか。なんで武藤選手納得いってないんだよ。いやちょっと、なんか俺よりいいコメント言いやがってみたいな。よく気づいた。そんな車の開発に携われたっていうのは自分の中では大きいですけどね。それより加速がもう良くなってる。そっちも気になるわ。